という一曲なんですけど、私の知り合いの、シンガーさんが、東日本大震災が起こった時に、ボランティアに行かれて、その時に見て、感じたことを書かれた曲でして、東日本大震災が起こって、4年、そして阪神・淡路大震災が起こって20年という節目を迎えます。このようなことを風化させないように、私も歌で何か伝えていければなと思います。その思いを込めて歌います。聴いてください。一人Thank you.
色とり